アスファルト混合物は、主に道路のアスファルト舗装の表面に使われている複合材料である。アスファルトコンクリート、アスファルト合材とも呼ばれる。粒砕石や砂などの骨材と、フィラーに石油アスファルトを混合したもので構成される。舗装の思考では、上層部を構成する基層及び表層に用いられる。他、上層路盤にも用いられることもあり、平坦に敷かれて、 ローラーなどで締め固められる。道路舗装工事で作業員がアスファルト混合物を敷き鳴らす作業の様子。アスファルト舗装の表層材で使用されることから一般的にアスファルトの道路というように単にアスファルトと呼ばれることが多いが本来アスファルトは骨材を結合するために用いられる接着剤を指しており道路などで普段目にするものはアスファルト混合物が 専門的、学術的に使用されている呼び名である。別名を、アスファルトコンクリート、または、アスファルト合材ともいい、業界などでは、アスコン、合わせ材などと略称されている。アスファルト舗装の断面右写真、灰色に見える部分が採石で、黒い部分は、アスファルトモルタルと呼ばれる、砂、フィラーアスファルトの混合物。さず、舗装の表層と基礎では、 使用するアスファルト混合物の流度が異なる。アスファルト混合物は、温度が高い状態で骨材とアスファルトを混ぜ合わせ、接合させたアスファルト舗装で用いられる材料である。重量比で90%程度が粗骨材と細骨材5、5%程度がフィラー、残りの成分がアスファルトで構成されており、純粋なアスファルト分を除いた骨材フィラーの、 割合が全体の約95%を占めている。また各素生物のうち、採石以外の部分は、アスファルトモルタルと呼び、採骨材フィラーアスファルトの黒い混合物である。素生物の大部分を占めている骨材の品質によって、アスファルト混合物の品質や耐久性が大きく影響されるため、使用する骨材には制約が規定されており、 品質試験により規定通り満足しているか確認される。骨材は流形の大きな荒骨材と小さな細骨材に分けられる。荒骨材はアスファルト混合物の骨格を形成する蘇生物で車などの交通荷重を支える役割がある。一般に採石を用いるが、この他玉砂利、砂利、鉄鋼スラグや再生骨材なども使用される。日本では 主に2 3 6ト、mm、ル以上の5号採石、6号採石と7号採石が用いられていて、流度は実規格で規定されている。アスファルト舗装に騒音低減性能を要求するときは、流径を13から1 0ト、mm、ル、10から5ト、mm、ル、8から5ト、mm、ルに調整して用いられる。荒骨材に要求されている性質は、適度な流度を持ち、固く均質で、 割れやすり減りに対する抵抗性が高い。細長くなく、かつ薄くない、角張った形状で、表面に適度な粗さがある不規則な形状。密度が大きく、吸水率が小さく有機物や不純物を含まないものであって、加熱によって変質や破壊することなく、アスファルトとの付着性が高いもの、とされている。細骨材は粗骨材の隙間を充填する。 素生物で主に砂が用いられ、舗装の安定性や水が入り込まない状態を高める役割がある。日本では2.36から 0.075mm 以上の骨材が用いられている。荒骨材と同様に細骨材に要求されている。性質は、硬く均質で耐久性が高く、有機物や不純物を含まないものとされている。天然差、人工差、 スクリーニングスが使われるが、海砂のように塩分を含んでいても、コンクリートと違って、アスファルト混合物の品質には、影響を及ぼすことはない。アスファルト再生骨材は、再生アスファルト混合物を製造する際に、使用される骨材で、撤去した古いアスファルト板を破砕して分球した、流径 13mm 以下の再生骨材が、利用される。フィラーは、骨材の隙間を埋める。 充填剤のことで 0.075mm 以下の鉱物質微粉末で石灰岩を粉末にしたい思考が最も一般的に使われる。適度な量を配合することでアスファルトの見かけ状の粘土を増加し骨材同士の隙間を充填して接着性を高めたりアスファルト混合物の耐久性を高くすることが可能となる。ただし配合量が多すぎるとアスファルトが フィラーに吸収されすぎて、脆くなり、玉ができてしまい適切な混合物ができなくなったり、する場合がある。反対に、少なすぎると、アスファルト混合物の空撃が大きくなり、気温が高い時期に、蘇生変形によるわだち掘れが生じやすくなる。このため、アスファルト混合物の各素材の配合量を適切にすることが重要となる。アスファルトは、歴性材料ともいい。 石油から製造される高分子材料で高温化では液体状であるが温度が下がると粘性と粘着性が上昇する性質を持っている。舗装用石油アスファルト、海質アスファルト、トリニダットアスファルト、石油アスファルト乳材などの種類がある。日本ではストレートアスファルトや海質アスファルトが使用される。舗装用石油アスファルトは春入り旅で品質を 実規格化しており、一般地域は張り入りと60から80、積雪地域は80から100、交通量が多い場所には40から60、寒冷地で、特に低温度でひび割れが懸念される場所では100から120、が用いられる。アスファルト混合物の耐流動性や、耐摩耗性などの正常を向上させる目的には、石油アスファルトに、ゴムや熱化素性エラストマーを添加した。 海質アスファルトが使用される。海質アスファルトは、感温性を改善した、ポリマー海質アスファルト I 型から3型、H 型へと行くに従って、アスファルト混合物が持つ、体素性変形性や、体摩耗性に対する正常改善を図ることができ、特に H 型は流動性に対する抵抗が、最も高く、主に、ポーラスアスファルト混合物に用いられ、 さらに H 型いでは寒冷地用にタワミ特性も改善させている。また、コンクリート商売の端面舗装に使われる3型 W は3型の耐水性を向上させたもので、さらに高商板の端面舗装に使われる3型 WF はタワミ性も改善させたものである。石油アスファルト乳剤はアスファルトを微粒子にして、 海面活性剤を混ぜた水中に分散した褐色の液体で水分が蒸発してアスファルトとしての機能を発揮する特性があり、常温アスファルト混合物で用いられている。アスファルト混合物は、大別すると補修材料などとして用いられている常温アスファルト混合物と道路や空港等の工事で一般的に用いられている加熱アスファルト混合物に分けられる。 常温アスファルト混合物は、荒骨材、細骨材などを、アスファルト乳剤、カットバックアスファルトなどと常温で混合し、100度以下の常温で補設できる混合物である。加熱アスファルト混合物に比べると、一般に耐久性は落ちるが、常温貯蔵が可能で、簡易的な補償材料として用いられている。思考は、 上温アスファルト混合物を敷きならして締め固めるだけで加熱や混合の必要がない手軽さであることから水道、ガス埋設管路工事の舗装仮復旧、ポットホールの復旧、離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修など正面積の舗装用途で使われる。混合物は袋詰めにて販売されており、種類は一般にカットバックアスファルト系。 アスファルト入材系、反応型樹脂系に分類される。一般的に加熱アスファルト混合剤よりも、初期安定性や耐久性に劣り、試行後は強用するまでに養生期間を必要と、するため、大型車が通るような交通量の多い道路、舗装用途には向いていない。2000年代以降は、加熱アスファルト混合物に劣る正常を克服するべく、 耐水性や接着性に強く、舗装補修箇所に水があっても接着性が良くて剥離しにくい混合物も開発されている。特に反応型樹脂系の常温アスファルト混合物は、定められた可視時間内に使用する必要はあるものの、試行後すぐに交通解放が可能で、耐久性にも優れている。加熱アスファルト混合物は、アスファルトと骨材を加熱して製造する混合物で、 新規骨材を使用したものと、アスファルトコンクリート再生骨材を使用した再生加熱アスファルト混合物がある。日本では混合物に使用する骨材の粒度範囲によって大きく区分され、密粒度、素粒度、再粒度、回流度に分けられている。使用する骨材は、最大流径 20mm のものと 13mm のものが多く使われていて、 例として、密流度アスファルト混合物、密流度アスファルト混合物のように、隠しアスファルト混合物名称の末尾に括弧書きの数字で表記される。正常は、骨材の最大流径 20mm ものを使用する混合物は、耐流動性、耐摩耗性、滑り抵抗性の性能に優れ、13mm ものを使用する混合物は、耐水性やひび割れに対する、 抵抗性に優れる傾向がある。タイヤチェーンなどによる摩耗が問題となる、積雪寒冷地域向けに使用される、加熱アスファルト混合物では、耐摩耗性を向上させるため混合物の配合に、フィラーを多く使用する混合物があり、例えば、密流度アスファルト混合物のように、アスファルト混合物名末尾の骨材流度を示す、数字に、F を吹きする。 各種のアスファルト混合物は、舗装に要求される性能に加え、適用箇所、交通条件、気象条件、思考条件などを考慮して選定される。また、水に弱い性質があるため、一般には、舗装内部への水の侵入を防ぐことが重要になっている。標準的な密流度アスファルト混合物が持っている特性を基準として、対流動性や、 耐摩耗性で劣る種類のアスファルト混合物には特性を改善するために海質アスファルトを使用することがある。下記では日本で主に使用されている加熱アスファルト混合物の種類について列挙する。このほか、走行安全性や環境を配慮したアスファルト混合物があり、骨材を明度の明るい骨材に置き換えて明度性を持たせたもの。 滑り止め機能を持たせたもの、骨材の一部として、ゴムやウレタンなどの断製素材を混ぜて、凍結抑制機能を持たせたもの、混合物中に保水材を混入したり、舗装路面に遮熱性を持たせて、路面温度の上昇を抑制するものなど、様々な付加機能を有する、舗装用混合物がある。また、アスファルト混合物は、舗装用とばかりではなく、水理工事の材料として、 ダムの防水材にも利用されている。安定性と耐久性に優れ、施工時の敷きならしや締め固め、表面仕上げなどの作業が容易に行えるように、混合物を製造する前に配合設計を行う、必要がある。手順は、まずはじめに道路に求める、舗装の性能や使う場所の条件から、密流度、再流度、密流度ギャップなど、アスファルト混合物の種類を選定する。 そこから材料の選定が行われ、骨材は古い分け試験や吸水率試験などの材料試験を経て骨材配合比が決定され、アスファルトも張り入り度試験や深度試験などの材料試験を経て混合、締め固め温度の決定がなされる。次にアスファルト混合物教師体の作成が行われて、主にマーシャル安定度試験で確認されるほか、必要に応じて ホイールトラッキング試験など各種試験が実施される。各試験の結果から基準に満足する判定が出るまでは、骨材配合比、温度の条件を変えて教師体政作から繰り返し、行われ、基準を満たして初めて配合設計表が作成される。マーシャル安定度試験は、骨材最大流径2 5ト、mm、ル以下に適用されるもので直径1 0 0、mm、トル 厚さ6 3ト、mm、ルの教師体を摂取60度の水中に30分間養生した後に試験機を用いて直径方向に荷重を加えて教師体が破壊された時の最大荷重と変形量を測定するものであるホイールトラッキング試験は対流動性すなわちわだち掘れの出来やすさを評価する試験である長さ幅3 0 0、mm、トル。 厚さ5 0ト、mm、ルのアスファルト混合物の強した上を荷重調整した小型のゴム車輪を繰り返し走行させ、時間単位あたりの変形量から1ト、mm、ル変形するのに要する車両通過回数を計算して、動的安定度を算出するものである。アスファルト合材工場アスファルト混合物は、温度管理が行き届いた製造プラントで製造されており、製造プラントを大きく分けると、 アスファルト混合物用の製造プラントと再生アスファルト混合物の製造プラントがある。アスファルト混合物用のプラントは混合物の原料を貯める貯蔵サイロ、骨材を加熱処理するための骨材ドライヤー及び、ふるい分けをする骨材ホッパー施設、配合のための計量施設、骨材、石子、アスファルトの各材料を混合するミキサー及び製造された アスファルト混合物を一時ストックする加熱貯蔵サイロからなっている。アスファルト混合物の製造プラントは、骨材の乾燥や加熱に大量の熱を必要とする点で、生コンクリート工場とは異なっている。再生アスファルト混合物は、一般の製造プラント設備に、アスファルトコンクリート再生骨材を製造する施設が、加えられたプラント施設で製造される。 アスファルト舗装の工事現場で発生した既存の古いアスファルト混合物を回収して骨材とするためプラント施設で破砕して流径13から0ミリメートルの再生骨材を製造しこれに石子新規骨材を加え再生骨材に含まれる古いアスファルトを再利用できるように軟化させる働きを持つ再生添加材を混合させる再生骨材の配合率を変えて アスファルトコンクリート再生骨材を主体として、新アスファルト、再生用添加剤、補足剤などを加える場合と、新しい骨材や新アスファルトを材料の主体として、アスファルトコンクリート再生骨材を補足的に使用する場合、及びこれらの中間的な場合とがある。製造プラントは、工程ごとに作業を進める、バッチ方式と各工程を、 連続して行う連続方式があり、日本では一つのアスファルトプラントで数十種類のアスファルト混合物を製造するため、バッチ方式のプラントが多く採用されている。バッチ式プラントでは、アスファルト混合物を一回練るごとに材料を計量して混合する製造方法が取られている。製造プラントは、アスファルト混合物の安定供給が重要であり、製造には規格に適合しているか、 品質が一様であるかについて注意を払い適切な温度管理と品質管理の下で製造されている一般に混合時の温度は185度を超えない範囲でアスファルトの同年度150から300センチストークスの時の温度から選ぶプラント内での製造過程は骨材は貯蔵サイロからドライヤーに投入されて乾燥加熱された後 ミキシングタワーで計量された後に1バッチ分ずつミキサーに投入されてこれにフィラーとアスファルトが供給されてミキサー内にて約170度の温度で1分程度混ぜ合わされる混合されて出来上がったアスファルト混合物はダンプトラックに積み込まれて出荷されるか貯蔵サイロに移動する製造されたアスファルト混合物を舗装工事現場まで ダンプトラックで出荷する際は、輸送中に冷え固まってしまうことを防止するために、シートなどで保護しながら運搬される。アスファルト合材の敷きならしを行うアスファルトフィニッシャー。ダンプトラックからアスファルト混合物が供給される。アスファルト混合物の敷きならしは、工事の規模によって人力工法と機械工法が選択されるが、ほとんど場合は機械工法によって行われている。 この時、アスファルト舗装工事現場へダンプトラックで運び込まれたアスファルト混合物は一般に平らにが圧されてアスファルト乳剤が散布された路盤または基層の上に舗装工事で使用されるアスファルトフィニッシャーという重機を用いて平坦で所定の幅や厚さが得られるように均一に敷き鳴らされる。この時のアスファルト混合物の温度は 一般に110から140度程度であり、式き鳴らし時の温度が約110度を下回らない温度で点圧縮し固める。アスファルト舗装の表層と基層には、それぞれ流形が異なるアスファルト混合物が用いられる。アスファルトフィニッシャーは、アスファルト混合物を積載するホッパーと再加熱しながら式き鳴らしをするスクリードを装備する専門的な機械で、 ダンプトラックで運び込まれた合わせ材がホッパーへ供給される。タンパーやスクリードで初期の締め固めを行うので、所定の厚さで試行が可能となる。敷き鳴らされたアスファルト混合物は、舗装の仕上げで十分に締め固めを行う必要から、ローラ式の機械であるロードローラーやタイヤローラー、平板式の機械である振動、コンパクターが用いられて、所定密度になるまで、 点圧施行され、継ぎ目転圧、初期点圧、二次点圧、仕上げ転圧の順で行う。初期転圧では、アスファルト混合物の温度が110から140度ぐらいの時に、鉄の車輪を持った10から20トンのロードローラーによる2回程度の転圧で合わせ材を安定させ、二次転圧でゴムのタイヤを持った8から20トンのタイヤローラー、または、 6から10トンの振動ローラーでこね返し作用を抑えて混合物に含まれる荒骨材の配列を安定させる。二次転圧が終了するときのアスファルト混合物の温度は70から90度ほどある。初期転圧時の温度が高かったり転圧しすぎたりすると舗装表面にヘアクラックやフリクが生じてしまうことがある。最終の仕上げ転圧は フリクの修正とローラーマークを消すために行うものであり、ロードローラーとタイヤローラーを用いて2回程度行われる。試行中のアスファルト混合物は温度が低いと固まってしまい、固まった状態では締め固めが不十分となってしまうことから製造プラントから運搬されてくる合わせ材の到着時刻の把握が重要となる。近年では地中生態系への影響や 地下水枯渇などの環境問題に対応できる舗装として、透水性舗装、排水性舗装といった舗装も行われており、これらに用いるアスファルト混合物は、表層に空撃の大きいアスファルト混合物を用いている。劣化した使用済みアスファルト混合物の塊、リサイクル回収されて再生プラントで破砕後に、再生アスファルト混合物の骨材の原料とする。 アスファルトは、試行時や共用後に、直射日光や熱の影響を受けて劣化が進行するため、アスファルト混合物の品質にも影響が出てしまう。舗装後に共用されることによって徐々に舗装としての機能は低下し、高温時にアスファルト混合物が変形しやすくなるため、輪立ち掘れなどによる舗装面の平坦性の低下が早く、コンクリートに比べて寿命が短い。この対策として、 日本では一般地域、積雪管理地域、道路の交通量に応じた混合するアスファルトの品質が規定されている。劣化した現場のアスファルト混合物は、季節舗装面を削り取って補設する工法や、舗装全体を破砕して新しくする工法、もしくは季節のアスファルト混合物を現場で破砕して新しいアスファルト混合物を混ぜて表層のみ、 再構築する工法などの様々な工法により、アスファルト舗装としての機能修繕が図られている。劣化が進み、傷んだアスファルト舗装は、撤去されて、主に再生骨材として、再利用するために再生骨材製造所がある、アスファルト合材製造プラントに運び込まれる。集められたアスファルト混合物の塊は、大きさが様々で、そのままでは再利用できないため、 プラントの破砕機を通して破砕し、大きさが整えられた上で、再生骨材として使用される。なお、日本におけるアスファルト混合材の再資源化率は98%以上に達し、循環資源として広く普及している。アスファルト混合物中に含まれるアスファルトの質量比率のことを、アスファルト量と呼び、混合物の全質量に対して、 アスファルトが占める質量を100分率で表される。岩石や玉石を発災したもの。採石、玉砕を製造するときに発生する、破砕剤をふるいにかけて、流径 2.36mm 以下に選別した、砂流などの部分のこと。品質管理上、シルトや粘土を含まないことが重要となる。ストレートアスファルトに、溶剤として揮発性の石油を常温で混ぜ合わせて、 液状にしたアスファルトのこと。性質として、使用前に溶剤が分離せず凝固を生じない。溶剤が揮発することにより効果が始まり、強度が増す特徴を持つ。常温混合物のバインダーとして利用される。道路交通で劣化したアスファルト舗装面に局所的に開いた、計10から1 0 0センチメートルほどある穴のこと。各種アスファルト混合物の流度範囲は、 混合物に占める 19mm 以下の範囲の骨材流度のうち0.075、0.15、0.3、0.6、2.36、4.75、13.2、19mm の各段階における古い目通過量及びその通過質量の使用割合の関係をそれぞれ横軸と縦軸の積算値でグラフ化した。 粒度曲線にて表したもので、粒度の分布によって混合物の種類が分類されている。このようなアスファルト混合物の不連続になっている粒度のことをキャップ粒度と呼んでいる。たわみ性を向上させた骨材飛散抵抗性に強いポリマー、解質アスファルト H 型解が用いられる。ありがとうございます。